こんにちは、デリッシュキッチンです。もやしの照りマヨ炒めを作ります。サラダ油小さじ1をフライパンで熱し、もやし1袋を入れ、油がなじむまでさっと中火で炒めます。砂糖1つまみ、醤油大さじ1/2を加えて炒め合わせたら火を止めます。マヨネーズ大さじ1を加えて手早く混ぜたら完成です。ぜひお試しください。